皆さんこんこにちは三重大学学人文学部の吉丸和也です今日は、三重大学忍者忍術学講座2020年度前期石川五右衛門について知っておくべきいくつかのことという、えー、題目でお話しいたします。これはあの本当は20年あ 2020, 年です2020年の3月に伊賀市のハイトピアで、 えー、講演をする予定だった実際に人を集めて講演する予定だったんですけれどもあの新型コロナウイルス感染症の拡大のため、えー、中止になってしまいました、えー、そこであの YouTube で、えー、その内容について配信しようと思いますであの「石川五右衛門」について知っておくべきいくつかのことというタイトルになっておりますでどううううしててこういいうタイトルになっていたのかというと あの本当は気分的にはあの石川五右衛門のすべてみたいなできる限り石川五右衛門について語りたいというそういう,うあの、えー、気持ちはあったんですけれども、まあ、何せあのハイトピア以外で話している場合は1時間半という時間制限がありますので、まあ、やはりあの、えー、何から何まで話していくということはできない。まあ、結果的にに知ってていることについて何か えー、話していくというとまあいくつかのことというか選ばれて、えー、かいつまんで話していくという、まあ、そういうふうになりますのでそういうふうなあのいくつかのことという題名にさせてもらっていました、まあ、ただあの今回こうやって YouTube で話をするという、えー、ことになりますとあの時間制限が一応ありませんのであの力の限り、えー、石川五右衛門について話をしていこうと思います まあですので、題名についてはあの非常に控えめなというか、そういうふうになっておりますけれども、まあ、石川五右衛門について、まあ、私が知ってる限り、私が分かってる限りのことは、いろいろすべてお伝えするという、そういう内容だと思っていてください。えー、っとでは、スライドをあのベースに話をしていきますので、ちょっと待ってくださいね、スライドを。はい。でこれで ねえー、っと全画面表示にして、これを変えます、石川拷問について知っておくべきいくつかのことという、これ配信はあの現在、私の大学の,あの校舎、私の研究室から配信しております、えー、録画はこの前日の8月21日に、えー、録画しておりまして、翌日の8月22日から配信が始まるというふうになっております。はい ではあの実際始めさせてもらいます、えー、まず石川五右衛門という、えー、ものですけれども、まあ、全く知らないという人はない,いないんじゃないかなと思いますデジタル大事線という、まあ、割とあの簡単に見られる一般的な辞書ですねそこからあの、えー、どういうふうに説明しているかという解説を持ってきました読み上げます足立桃山安土桃山時代の伝説的大盗賊 文禄3年1594年京都三条河原で釜入りの刑に処せられたという歌舞伎三門五三の霧、浄瑠璃慶成吉岡染などに登場すると書いてます項目執筆者は不明ですで右の図ですねあのこれがあの芝居の絵がこう入っていますはいで えーまあ、全く知らないという人はいないと思いますで盗賊であり大、まあ、盗賊ですね、あのー、そして、えー、忍者としてもよく描かれる人物ですで今回の,あの講演の目的なんですけれども石川五右衛門ですねこれは実際にいた盗賊であるという、まあ、これをまず確認しましてその後金星前期の演劇や小説にどのように登場していったかというのを見ています これ時点でもともと忍者という扱いではないことがわかると思います。そして石川五右衛門がどのような過程をしてあ、この後の演劇や小説ですね、それを経て忍者となり、またそのそしてあの五右衛門像はどう変化していったのかで。対象としては江戸時代の作品から現代に至るまでですね、えー、小説、演劇、映画、漫画などを追うことで明らかにします。漫漫画画っっ書いいちちゃいましたたけど、ちょっと漫画は今回回手が回らなかったので、あの えー、漫画はあの入れませんけれども小説、映画演劇、映画ですねそれについてお話します、まあ、この公演の目的に関しては、えー、っと今年の2月の時点であの一旦宣伝に出してもらってたものです、ねまあそれをベースにしてますけれども、えー、こういうような話をしていこうと思います、はい、でまず石川五右衛門に関してですけれども同時代資料ですねこれをあの確認していきます意外と少ないんですね。 でえーっとまあ、主なものというとこの今3つ挙げてますけれども、えー、山科時常という公家ですねこの人はあのゴンの中納言になった後あの直観を被って、えー、あの,のに降りるんですけど、まあ、最後、直面を得てあの小2位まで上がった人物です、まあ、この人の貴族の日記ですねこれに出てくるというそして2番目の阿比良廣の日本王国記という。 えー、これですけどアビラヒロンというのはスペイン人の貿易相です。この人があの日本についていろいろ書き残していたのでその中に出てくるんですね。3番目の三浦上信というのは他にあの北条五代記などをあの残しています。で、えー、この「慶長検問集」というその、えー、慶長の頃にあ、えー、った話を残しているということです。で一時資料というか本当にあの同時代的に起きたものを記しているというとこの「 今スライドに映っている山品時常の時常狂気ですねこれがあの該当します大日本記録大日本あ、えー、っとこれがあって、えー、大日本古記録ですねあの、えー、などで読むことが、えー、できます盗人とあ,のあって小さくあのスリと書いてある盗人十0人子1人と窯2点にらると同類10人蜂に、えー、つけてこ,こ,はこれはあの歯のか間違いなんじゃないかと思います 10人、えー、8人、えー、つ,けつけは貼り付けですね、つけに、えー、これかかり、三条橋南の河原にて成敗なり、紀州、えー、紀線群衆なり、うんぬんというふうにこう書いています。まあ、盗,人とあの盗人10人と、まあ、それと子供が1人とあの噛まれて煮られた、まあ、その他にあの、えーえー、っと19人ですね、これが貼り付けに、えー、なっているという。 ことです。まあ、これが場所が三条橋の南の河原で成敗にあった。で、まあ、いろんな人がそれを見に行ったということですね。この時点では盗人の名前とか年齢とかの出生などはっきり、えー、しないです。で、釜茹でだけじゃなくて貼り付けですね。それになっているものがいます。 で、これ二十四日上っていうふうに書いてますけれども、まあ、これはあの前日の方位が二十四日のところに書いているので、二十三日の、あのことというふうに見るべきだという。そういう、あの、読み方をするのもありますけど、まあ、とりあえずはこの二十四日上に含まれますので、えー、そういう紹介の仕方をいたします。実際に何か起きて、あの、リアルタイムに何か、これを記録して残していったというと、あの、この、え、特経経期に。 尽きるんですね。ただ言ったようにあの五右衛門とも何ともそれがどんな人物かとかそういったことも全く入っていないで、まあ、逆にリアルタイムに行くとあの風雪ですのであのこのくらいのことしか分かっていかないんじゃないかなというふうに思います、まあ、実際に24日ににられたかどうかは別にしてこの辺りにそういう事件があったというそういうことでしょうねはいで阿比ラヒロンの,あの日本王国記というですね今はその、えー、っと まあ、岩波のの大航海時代書という本のこの中に、えー、入って、えー、いますで、えー。この95年に起こったことであるかというあのもちろん原文はあの、えー、スペイン語ですのでこれがあの日本語に翻訳されてるんですけれどもあちなみに今回の,あの使った資料に関しては。 一番最後にあの参考文献一覧が出ますのでそれで見てください、それでどういった本からあの引用を取っているとかそういった話はあ,のありますのでそこから見ていただければというふうに思います。はい、ちょっとあの手順としては悪かったですけれどもそうなってますね。はい、でこの95年95年というのはあの西暦ですので文録3年に該当します。でえーで 都に一団の盗賊が集まりこれが目に余る害を与えたと日中は真面目な商人の服装で歩き回り夜になると昼間偵察しておいたところを襲う日本人だということが分かった15人の盗目ですねこれはあの1人の盗目につき30から40人ぐらいの部下がいるというふうに書いてあるちょっと省略の箇所にあるんですけどこの中の15人の盗目は生きたまま油で煮られ彼らの妻子、父母、兄弟身内はご当身まで貼り付けに処せられ えー、盗族らにも子供も大人も一族全部もろともに同じ刑に処せられたというふうに書いてます、まあ、随分あの多くの人間があの処刑にあったということが書いているんですけども、まあ、やはりこれでもあの誰が、えー、処刑にあったのか石川五右衛門の名前が出てこないんですねでこの阿比良弘の日本王国記にはあのモレホンという人物があの中記を残あの出してまして えこれに関して訂正,あ失礼訂正して94年前のやつですね、若干あ,のあれで、えー、っと95年が文禄4年か、それは訂正してるんですけれども、えー、これが文禄3年の夏であって、油で煮られたのは他でもなく、石川越右衛門とその家族9人か5人であった、彼らは兵士というのはなりをしていて、10人か20人のものが貼り付けになったという書き方をしています。 ほ他でもなくて石川越右衛門でというそういう、まあ、だからなんかこういう書き方を見ると非常にあの名前が響き渡るようなあの事件だったんだろうなというふうに思います。ときつね凶器の場合はまだ誰がというのがよく分かってないんですけれども、まあ、これがあの実際誰かというのはあのモレホンの宙によってわかるんですね、まあ、モレホンがいつこれが宙をつけたというのもよく分かってないんですけれども、まあ、そう遠くないだろうという。 だからあの非常に早い時期の資料でいうと時恒狂気とこのアビラヒロンの日本王国旗それに付いてあるモレホンの注釈というふう、えー、になります、はいで。これに関連して他まだまだあの信頼できる資料とか時期が早い資料ですねそれを見ていきますと、えー、こ次があの三浦上信の慶長検問書ですねで三浦上信というのはあの西暦で言いますと1565年に生まれて えー、1644年に亡くなってます。長生きしたんですね、まあ、だからあの、えー、事件が起きた当時にあの、えー、と30近くになってますので、あのー、非常にはっきりわかるというふうに思っています、はい、で、えー、この中にあの関東八州盗人狩りのことという。 ものがありまして、これは引用はあの文政写本で書きましたけど今あの金沢始修正に収められている写本をあの使いましたちょっともうちょっとなんか古いやつを使えばよかったのかなと思ったんですけれども、えー、一応慶長検問集ということでこれからあの「千、えーいいえー、年秀吉公の時代に諸国の大名京伏見に館を作りしたまい、日本国の人の集まりなり」 五右衛門という大結びと伏見野の傍らに大いに屋敷を構え館を作り、えー、国大名に学んで昼は乗り物に乗り槍なぎなた弓鉄砲担がせ街道を行き回り、えー、押し取りし夜は今日伏見へ乱れ入り盗みをして諸人をなえますこのこそ次には現れ石川五右衛門は今日三条河原にて川にていられたりというそういうふうになっていますね。 まあ非常に豪勢に乗り物に乗りその槍、なぎなた、弓、鉄砲、かすがせというそういうふうなあのことを書いているということです。で他、のまだまだ時期が早い資料というのをちょっと見ていきたいというところなんですけれども林羅山の,あの豊臣秀吉夫ですね。これもよく、 あの引用されるやつなんですけれども、えー、林良山も長生きした人でしてあの西暦で言いまして年年から年まででなんですねただあの事件が起きた頃1583年生まれですので10歳ちょっとですので、まあ、どれくらい知ってたかなとやはり信頼性に関しては三浦上心に比べて劣るんじゃないかなというふうに。 思っていますまたこの秀吉豊臣秀吉夫自体があの関栄19年罰でこのくらい1642年にあの最終的に成立したというのを考えると事件からかなり経っているのである程度そのさっぴいてえ考えなくちゃいけないのかなというふうに思っています文禄の頃石川五右衛門というものはありあるいは戦友あるいは強盗山津というふうに書いてます戦友というのはあの乗り越えるとか壁とかそういうのを乗り越えるという ですねまあ、乗り越えて侵入したりあるいは強盗とそれをやってたで秀吉諸子大、まあ、当時はあの前田玄尉でしたこれ等、えー、を礼してあまねくこれを探しついに石川を捕らえ かつその母並びに同類20人ばかりを縛り、これを三条瓦に見殺すというふうに書いています、えーと。原文、漢文ですね。であの一応、訓典はついてるんですけど、漢文です。で、これは私、国文研の迂回本という、その永遠から私があの読み下したものなので、まあちょっと怪しいかもしれませんけれども、このような内容になっているということです。その他何か石川五右衛門に関してこう出てきて、あの林羅山とその画法の俗 えー、本つがんとかあるいはあの歴史調容器とかそういったものがこうあのよく引かれるんですけれどももう見ればわかるんですけども、まあ、漢文10年でこれで「食本つがんが漢文10年に当たりましてで歴史調容器というのが天保8年もう全然後なんですよね。ですのであの今出した中で、えー、時常狂気そしてあの、えー、日本王国記 がまあ、資料としては非常に確実なものであと付け足してその、えー、慶長検問集そしてまあちょっと怪しくなってきていても豊臣秀吉風ぐらいまでがあのた、ー、る資料なななんじゃいいかなと思いますあとは例えばウィキペディアなんか見るとあのいろんな伝説なんか載ってますけれどもまあやはりこれはもう伝説として見た方がいいんじゃないかという、まあ、つまり史実としてそれが何かいろんな本に分かれながら伝わっているというような。 あの見方ではなくてもう何かある程度お話であるというようなそういう、えー、立場でその伝わってる内容との情報を見るのが私は適当,適当なんじゃないかなというふうに思っています。で、えー、関連しましてあの石川五右衛門の,あの出生に関してですけれども出生も諸説ありまして他いろいろ今回見てて石川五右衛門についてあの日本大百科全書 なんか見てると、あの松井俊明さん、あの演劇が専門の人ですね。この人は、あの遠州浜松の生まれで。はじめ真田八郎といいとか。あるいは、あの世界大百科辞典で。えー、こちらは、あの岩沢義彦さんの歴史学者の方ですね。あの出身地には諸説があり、立定次第が。 河内丹後伊賀などの諸説が有力であるという、まあ、こういうふうな書き方などもされています。まあでもやっぱりあの、えー、最初に出てきてる資料にない以上、あくまでも説というかそれぞれの作品ごとの設定というふうに受け止めておくべきじゃないかなというふうに思って。 いま,すまあだから石川五右衛門については本当の本当に分かることとは非常に限られていてあとはあの伝説というかあの逸話というか作られた話という態度を取るべきだちょっとしつこいようですけどそういうふうに見ていくべきなんだろうと思います。さてそういうふうによく分かってない石川五右衛門なんですけれどもじゃあこれが一体あのどのくらい、えー、今のようにことを細かに詳しくあのキャラクター付けがされていったかというとまあそれはやはりそれぞれの。 あの作品ですね。それからのあの影響があるというふうに思っています。で、まず影響が大きかったのはあの文芸ですね。小説です。三原宰角に本朝二重不幸という作品があります。 えー、二重思考じゃないです、二重不幸という親不幸ものが出てくるという。この中の巻き、二の最初の話に、我と身を焦がす鎌ヶ淵という、えー、話があります。これ、上京三年、あの十6百八年の観光です。で、これ、どんな内容か簡単に話しますけど、あの琵琶湖の矢橋のあの老仙道がいまして、それが身の上話をするという。そういう話なんですね。で、仙道は石川五右衛門の五大雄でして、滋賀あの滋賀県の滋賀です。滋賀の。 豊かな百姓だったんですがその五右衛門がだんだんあの悪事を働くようになると瀬田の橋まで出て悪事をはら働くようになって盗賊の頭になるというで五右衛門があのその親父の家財ですねそのうちの家財を奪って出ていった後五右衛門が五代勇は五右衛門に恨みを持つ乱暴者たちに備中あって散々の目にあってその傷なんかをあの見せるという話があります。 で、このあとどうなったかというと五右衛門はその歴々の侍のふりをして盗みの手段を巡らして、えー、その一味は大仏の鐘を合図に集まってで六原の竹やぶに隠れて野党の学校を作って盗みの指導をするというで、後に300人の手下が五右衛門の掟に背いて都を騒がしたので五右衛門は七条瓦で油をたぎらした大釜に親子ともども入れられて釜ゆでにされるというんですね。 でここ七条瓦という設定になっています前三条瓦でしたよね七条瓦という設定になって創作の場合はこの七条瓦というのが引き継がれていきますで釜ヶ淵というあの地名があって、まあ、これは五、えー、右衛門の姓じってもっと古くからある塩釜に関するあのものらしいんですけど、まあ、それもあって七条瓦というあのそれの、えー、地名に落ち着いていったんじゃないかと思います、まあ、このあとは野党の学校なんてあの本当にあったのかなみたいに思いますけれども あの加古聡さ,さんという、ね、現代の,その児童文学者の中にあの「泥棒学校」というあの絵本がありますけか、まあ、なんとなくそれを思い出させるようなあの感じですけれども泥棒の学校をあの作っていたということですさてこの後の展開なんですけれども五右衛門が暑さを逃れるためにあの7歳の子供を下敷きにしたので見てるあの監修があの。あえー 嘲笑うんですね。まあ、そこまであの非人情なのかというと、五エモンは我が子が可愛さに最後を急かせるのだと言うんです。けれども、さらにあざかりを受けるという話です。で、親不孝ですね。この五エモンが五大王に対して親不孝をするので報いを受けるというそういうような説話になっています。悪いことをすると、何か報いを受けますよ。という。そういう説話ですね。はい。 なお、五右衛門がその盗みを伝授するって話は伊原西鶴の作品で言いますと西鶴諸国話の中にもこうあの3の丸末期三の1に出てきまして、えー、牢屋で一緒になった牢人があの、えー、冤罪かけられて牢屋に一緒になるとある盗人があの実は石川五右衛門から盗みの術を習ってというそういう話が出てきます。 まあ割と知られてるとか、そういう文芸に使われるという、あの、盗賊の名前だったんだと思います。さて、これで、あの、本庁に重複行に関しては、あの、これが挿絵です。あの、国会図書館本の挿絵がありまして、えー、今映ってますけれども、あの、竹屋台がこうしていて、みんな、あの、役人たちが見ていて、あの、上のところに、あの、釜があって、えー、 何かこうギュッとやってますけれども子供をあを下にやってるというで、みんなこれを竹洗いの向こうで見ていてという、そういうふうになりますね。まあ、今だと五右衛門風呂ですね、今も五右衛門風呂というお風呂がありまして、えー、っと私も入ったことありますあの、えーっと、学生とかに聞いてみてると、あの意外と入ったことがあるというやつですね。今はあの放浪引きなのであの、えー、触れても熱くないという。 えー、そういうとこ、えー、みたいですけれども、こういうふうにして、あの大抵、五右衛門が握られたからという、えー、それの五右衛門ブロス、こういうふうに挿絵になっているというんですね。で、他あの演劇にもあのなりまして、演劇の,あの題材、人形浄瑠璃ですねあの、そちらの方の題材になります。 まずあの松本次太夫という人が石川五右衛門というその作品を作って、えー、これが上京ごろ、まあ、つまり1680年代の作品だというふうに言われていますこれはあの台本ですね小本というのが残ってまして、まあ、どんな話かというのが分かっています、あのー、五右衛門作品の中でもその題名だけ残って分からないものがあるんですけど、まあ、これは題名が題名も中身も分かっている。 ですそして近松ですねこれも人形浄瑠璃なんですけど京成吉岡染というのが1710年に出て、えー、きますまあよりなんかこなれたというか優れたものになってきますまた他並びで見ていきますと並木宗介の釜ヶ淵二つどもえですね。でこれがこれもあの えー、最初は人形芝居です、1737年の大阪豊竹座の人形芝居ですね、これがあの歌舞伎の方に移入されてきます、1756年に歌舞伎に移入されてきます。他並木正座の石川五右衛門一代話というのがあって、これが、なんか変な書き方にしますね、元は明和4年に歌舞伎で上演、あこれは大丈夫か。明和4年年に あの四条西石垣芝居というそれでこれも人形芝居ですこれで上演されましたでこれもともと宝暦4年に歌舞伎で上演される予定だったあの1754年に歌舞伎で上演される予定だったんですけどそれが流れまして1767年にこれで、えー、上演されたというですねただ、あのー、ここで描かれている石川五右衛門というのは我々が知っているものとは だいぶ違うものです。でまず小説「五右衛門伊原才閣の中では非常に残忍な悪党で親不孝なあの悪事を働く人あの子供を犠牲にしても厭わなくてあの嘘をそらんじるようなそういう嘘吹いて見るようなあの残忍な悪党というふうになってきますじゃあ演劇ではどうなってるかというとあのお家騒動者ですねそれの登場人物になっていますその えー、お家の兆候が盗まれてそのお家の跡取りがどうたらこうたらとかそういうお家相とが起こるの芝居の一つのパターンなんですけどその中の登場人物ですねで泥棒ですから盗みなんですけれども、まあ、それが心ならずもの,の,あの盗みを犯したり、まあ、盗人生活を送ったりとか、まあ、最終的にはそれに馴染んであのすごい大盗人として貫禄を得たりとかいうあるいはちょっと義足的なこともやったりとかそういうふうなことがする で最終的には、その、構入りがクライマックスになっていまして、内容的には家族だったり、特に親子の関係ですが、これがクライマックスになっていくというふうになっています。だから今見ると、ちょっとなんか違和感があるというか、なんか違うなという感じです。で、忍びであるとか、忍術を使えるという設定はないですね。で、服装としては、黒紋付きの着付けに、あの、 えー、五十日かずらというものでして、今の五右衛門ともちょっとあの漢字が違うとう、最初に見たデジタル大地線のやつがこれが近いんですけど、それ、あの、もので、だいぶ違うものなんですよね。で、えー、今とは違う、それが転換していったというのが、あのー、この後の話になります。で転換の要素としては、続禁非正談ですね。あ、これによる、これによって転換していきます。 これ実力体小説というものでしてあの実力体小説は何かというと史実を脚色して書いた小説ですだから歴史的テーマが出るんですけれども内容的にはあのもう完全な作り話今でいう時代小説なんですねで江戸時代にはその、えーまあ、戦国時代以降で現在の大名とかに関係するような話とかあの現在に起きた事件などを 直接小説にしてはいけないというのがあったので、写本で流通するんですね。出版できないんですよ。半切に掘って出すのができないという、それであの写本でみんな写しながら、貸本屋とかに置かれたりして、あるいは好きな人同士が写したりして流通していくんです。だから内容的には大体似てても、あの題名が違う作品というものがあります。これの研究については、あの菊池洋介さんというあの、えー、実録体小説の研究者がいまして、こ,、まあこの人が、あの、えー 研究なささっていて、ていいい系統の作品があの確認されているととうこでです。す。著者はあの不明です東武残光という署名がある本があって、まあ、これが正木残光という人物のことじゃないかという検討もあったんですけどもうも違うというで成立に関しても不明でして漢文をあの序文にするものがあるんです漢文って1 6六0年代ぐらいなんですけれどもそのくらいじゃ、まあいくらなんでも古すぎて違うだろうというふうに。 で成立はちょっと説があってずっと前までこれあのだいぶ後あと1800年代以降あの絵本対抗記より以降で幕末とかじゃないかと言われてたんですけれどもあの研究が進むにつれてだいぶそれが遡ってきたんですね菊池陽介さんの説だと享保末頃から法歴14年ぐらいまでつまり,り1730から1764ぐらい。 ですね、そのくらいじゃないかという、えー、説を唱えていてあるいは伊藤恵里さんという人はあの法暦14年から安永5年頃までに成立したんじゃないかと言ってますでなんでこういう話が出てるかというとあの林じあの事件の死刑増嘆集というのがあってこれは法暦14年、えー、1764年ですねこれに刊行されてるんですけれどもこれが俗金政談に非常に似てるというか同じあの内容が含まれてるんですね。 で、えー、菊池さんに関しては、あの俗金誓談が先にあって、それをなんか内容を書き抜いてまとめたのが資生増談書であるという見方。逆に伊藤さんの説だと、あの資生増談書が先にあって、それをベースに俗金誓談が書かれたということです。で、その後であの起病史にあの石川村五右衛門物語というのがあるんですけど、これはあの えー、読んでみて分かるんです、明らかにあのー、続期制団をベースにしてまして、それをまとめてある、ダイジェストでまとめただろうという、これは逆はないだろうと思います思いますので、一番下って安永5年までにこれができただろうという、そういうふうな、えー、感じですね、よくこれがあのー、性通に関しては、えー、いろいろあって、えー、よくわからないんですよね。う まあ、いろんなところで先行のものがあって含まれていくということからするとあの法歴14年以降の姿勢増段集をベースにしたようにも思われるんですけれども、まあ、やっっぱりちょっと研究している菊池さんが見て内容を見てあの法歴より前で、まあ、あの姿勢増段集があの続近制断はたくさん長いの,あの,長いのでそこからの一部を取っているというそういう見方をしているという、まあ、それは聞くべきところかなと思います。 まあ、ちなみに、あの、雑巾精団っていうのはあの、あ、これ私が持ってるやつ、あ今、これこれだとひょっとしたら、すごくち私、小さくしか映ってないのが、これは私も写本をこう持って、これ3冊本のやつなんですけど、えー、っと、持っていて、えー、っと、あの、内容というか、もの物によ,ろよらなければ、今でも、あの古本屋でこ、あの古書店で、えー 手に入れやすいものなんじゃないかなと、まあ、値段もあの、えー、状態によってあの1万円ぐらいからもっと高いものってありますけれど割と見やすいものか、まあ、ちなみに本字はあの、えー、菊池さんが、えー、っと、ちょっと今度直しちゃった、金星、えー、実録の研究という本にはう本字なさってきま,まあ,あのそれで大変読みやすくなっています。はいで えー、続近畿財団の公害ですね、これはあの菊池さんの本国に、これ、国文献の本をベースにしてるんですけど、それに従いますと、えー、伊賀国石川村出身の石川五右衛門は、郷士桃地三太夫から忍術を学ぶと、三太夫の妻と石川五右衛門ですね、これは密通し、その,の,その女を殺害の後、上京と、木村日立というあの豊臣秀次の,あの家臣ですね、これを忍術の弟子,弟子にすると。 まあ、そして盗賊の棟梁となって悪事を、えー、悪行を尽くすといういろいろとその大名の,あのところに行ってちょっかいしたり物を盗んだりとか悪行を尽くすんですね貴族をあの追いはぎにしたりとかいろいろあるんですねで紀州根頃寺の塔に住んだがあみんなに囲まれて京に戻って大仏殿前の持屋の娘を女房にするというで秀吉殺害を狙う木村から障害となる千鳥の航路を盗むように依頼されるという。 で忍術であの忍び込んで職後の錦で信条から口論を盗み出そうとするんですけれども戦国権兵衛の足を踏んで捕らえられるというもの、えー、です五右衛門は秀吉の前で尋問を受けるんですけど秀吉こそあの日本の、まあ、大泥棒の長本といって、まあ、怒らせてついに七条河原で構えりになるという。 で、その頼んでいた秀次、木村ひたちらは切腹となって、えー、最後に鎌ヶ淵の由来が記されるということです。全部であの実家になりましてこれ、長いですねで、あの重要なところは忍術を使ってまして、あのー、それまではその忍術とか忍びの設定はなかったんですね、それに比べてまあ大泥棒であるということでしてなかったんですけれども忍術使ってる忍びであるというそういう風なえ書き方になっています。 まあちなみにこの大仏餅の設定というのも、まあ、これも公設であったみたいでしてあの江戸時代の中ですねこれをベースにしたお芝居が作られようとしてたんだと山田和仁先生のその論文なんかにこう出てきてるんですけれどもそういうふうなが、まあ、あるんですね。 さて、で、製造談集というあの話ですね。まあ、これ、これ自体は、あのえー、っと、あまり長いものじゃないんですけれども、これと類似で見ると、あの、五右衛門が忍びの達人ですね。それで見ると、あの、元来忍びに妙を得たりゆえというあの、忍びのことができるという書いてあったり、えー、秀次のために秀吉の心条から、あの、千鳥の航路を盗もうとする。まあ、ちなみにこの千鳥の航路、今、徳川美術館にあるんだとか言われてますけれどあの、これを盗もうとするという。で、盗む際に、職工の意識の、あの、 ジンバオリですね。それがあの秀次があの秀吉からもらったものを使っているということです。まあこれがきっかけであの秀次のはバレていくんですけれども、そういうふうになってで戦国権兵衛に捕らえられていくとまあ鈴田廃土の将や戦国権兵衛、これが捕まえていくというふうになっています。なおあの伊賀出身の設定というふうにはなってないんですね。でこの、えー、っと続筋世代のこのストーリーというのがこの えー、クライマックスというのは最後やっぱり伏見城に忍び込んでいくというのがあるんですけどこれはもともと石川小衛本に限った話じゃなかったんですね。で豊臣臣秀吉の家臣のの家木村日立あちなみにあの え大阪の陣に出てくるあの木村長人の,あのお父さんにあたりますけどこの人物があの秀吉の暗殺に関連して城に忍び込むという話があるんですこれは結構古い忍びの,の説話としては非常に私最初の,あの忍びの小説じゃないかといったら呪落物語ですねこれがあの寛,寛永頃ですね寛永っても長いんですけど1620から30年ぐらいに「枯渇地盤」というのが出てくるんですけれども、まあ、こ,のこの辺りに出てくる あの話ですすねこれが最初の話で,すで他の明誉公判とか新武者物語とかにも出てきて木村常之助があの水差しの蓋をその城の中から盗んできて、まあ、これが実際に足がつくんですけども、まあ、これを盗もうとしたそれが五右衛門があの盗むようになったというふうに話が変わるんですねで五、まあ、右衛門はその木村が盗めなかったものをその忍術の師匠だからって盗むようになっています。 で、忍者説話というか、江戸時代の忍者説話の主なものというのは、あの忍びの者の、忍者があの忍術を使って大事なものを取って戻ってくるという生きて戻りし物語というのを私がそういうふうに言ってるんですけれども、あの、そういうふうな内容になってまして、で、暗殺はあの、 えっと、他の呪落物語なんか見ると、あの、木村日立は暗殺狙ってるんですけれども、五右衛門自体は暗殺目的じゃないんですね。邪魔になる千鳥の航路を取ってきてくれと言って、まあ、ついでにちょっと欲を出して秀吉見に行ってあの失敗するんですけど、そういうふうな話になっていると、まあ。殺害が目的じゃなくて、忍術を使って大事なものを取って戻ってくるという忍者らしい話が合流して、えぇ、ー、俗禁になっているということです。で、俗禁正談見ていきまして、で、 伊賀関連の話が出てきますで、えー、っと桃地三太夫が可愛がってる指揮部というあの女がい,いるんですけど、まあ、これが五右衛門とその本妻との浮気を見つけていって、まあ、最後逆に殺されてしまうんですけどこれに関する指揮部塚というところがあの伊賀にあります私実際にこの指揮部塚って言ったことがあ,のありああの現地の人に案内してもらって行ったことがあるんですけどこれが桔梗家助言の伊水雲後という。 あの知ですねこれがあの上京4年1687年に成立したことがあるんですそれに出てくるという、まあ、結構古いあのものなんですね。他あのか、えー、岸透明という人物が伊賀公というあの、えー、知史を残してましてこれが明和7年の序文なんですけどもこれにあの伊賀国石川村が石川五右衛門の招致であるというふうに書いてあるんですよね。 両方とも、あの、写本が中心になってますので、例えば、記事透明のこれがどのくらい影響が与えているのか、ちょっとよくわからないです。なんか、時代的な展開で言うと、あの、えー、っと、私勢増談集が出てきて、で、それに、あの、伊勢雲語や医学をですね、これが完成して、えー、明和のこれが七になってきますけど、この後の、あの、安永の、あの、日拍子ですね、それの前までの、 この6年ぐらいでできたような感じもしないでもないですけれども、まあ、あの、実際のことはよくわからない。逆に、あの、伊賀校の方が続菌生団が早く出てるので、それに従って話を書いてるので、ちょっとそこら辺の前後というのはよくわからないですね。まあ、ただちょっとここら辺が、あの、伊賀のことですね。これですね。ちなみに、この伊賀の石川村に関しては、あの、 えー、石川五右衛門の招致であるというそれで墓があってみたいな伝説はあの実際にありましてで、えー、今後はあの三重大学のこの忍者忍術学講座で三橋源一さんというあの実際にこの伊賀の石川村あこの石川村実際にあるあの今は村じゃないですけど、ね、地名としてあるあのところなんですけれどもそこにお住まいであの忍者忍術の研究をしている方があの、まあ、これと何ですかね観光というかそれの。 えー、なんか伝説公説を観光にどう生かしていくかみたいなそういう話をあのする回があると思うので今後あの楽しみにしてもらえばいいと思うんですけれども、まあ、こういう話があるのだということですね。で「属菌精団」はこのあとずっと長いバリエーションがありましてで奥瀬平一郎さんがあのえー、っとえー、っと本国している ンも、ちょっと待ってさね、どっかあったんだけど、あるんですけど、まあこれなんか見てるとだいぶ後でしょうね、その、あのー、完成している話がだいぶ後になってからのものを使っているように思います。はい、で、他演劇ですけれども、演劇だいぶあの変わってきます、演劇化される石川五右衛門ですね、これであの歌舞伎の,あの「金門御三の霧という作品です。が、まあ、これがやはり 大きく影響があってで大阪で初演されたものがあの完成10年になって江戸に入ってきますこの時に今「金、えー、門五三」って書いてますよねこれがあのこれで楼門とかで三門という、ね、三御の三五三の切りというこういうふうに名称が変わって、まあ、今はこの、えー、三門五三の切りというこちらの字の楼門という格好ですねこちらの字で使われてますねあと浄瑠璃であの「この下影狭間合戦」とか えー、あるいは「派手比べ石川ごあの石川染」といった作品が出てくるんですね。ここら辺はその前までの、あのー、1700年代前半というかその辺りのものとちょっと経路が違ってくるんです。で「三文五三の切り」今はその、えっと、南禅寺の三文の場しかほとんどやらないんですけども全体見てきますと内容確認してきますけれども盗賊石川五門は謀反人この村大井之助実は大民国の えー、曹操系の子であることを知り旧敵の真柴久義の打倒を誓う真柴久義のはこれあの豊臣秀,下陶郎です、ね、秀吉のことなんですけど実際そう書けませんのでお芝居なので変名になるんですねで大仏持家の婿となり異母兄弟と久義の命をあの狙うが早川隆景に見破られ忍術を使い代筆するとで直進に化けて桃山御殿に忍び込むが千鳥の航路で久義に見破られると。 二人は最下を訳してて別れるといいういうようううそよななエピソードになっていますこれ今でもあの部分的に演じられるものでして、えー、これは2年前ですねこれの秋に上演された時の,あのビラーでして、えー、この時ごあの中村吉右衛門ですねこれがあって、まあ、この時には造法二つどももやってあの吉右衛門やってて石小右衛門ついてた年だった。 これで大瀬りのある有名なあの南禅寺三門の場ですね。これが出てくる。まあ五右衛門のイメージというと非常にこの格好ですねで。格好についてはまた後で言いますけれども、これがあのキセル持ってこの大ドテラにその前の帯してて、こういうふうな感じが強いんじゃないかなと思います。で、内容的にあの忍びの術を使うようになるんですね。それがあの今までのものとは違ってきます。 で例えば、派手こらべ石川,ごえあの石川染めの中ですね、これの大女1796、まあ、これ台本あるので、えー、見ていきますと、あの鳩が運んだ巻物2つのうち、一巻が五右衛門が四天王、ごめんなさい、田田島の神ですね、えー、と明智光秀の配下ですの子であることを示し、もう一巻が石かあの伊賀流の忍術の秘伝書であるという、でえー、伊賀流なんです。まあ、右衛門あの伊賀流の忍術なんですね。それで 出てきて、き伊賀流忍術の秘書と読みあ,あとは口の中で奥まで読みこなしあってそりゃこの一巻を肌につけ総画の方を行えば我が,姿我が形を隠し人の目をくらますことかの人代の負けに記したる隠れ身のにも勝利シという忍術の極意ムンンと思い入れまあ格好ですね格好つけがあって巻き収めうんうんというそういう風になっていきます。 双、まあ、画の方で書いてると、これどういうことかというと、あの、音形につつ姿を隠すやつなんです。江戸時代だと大体その音響と変化というのが、あの、人術の、あの、マジカルな人術の中心になるんですが、その中の音形ですね、姿を消す術というのが出てくるということです。で、もう一個は、あの、木下影狭間合戦の方ですね。こちらの方を、えー、見ていきますと、 えこれが1794年ですね、これで、ただ引用はあの文政七年の,あの台本になります、ちょっと新しいです。で、これ、大詰めのところで、つづらが出てくる、これ、の今のところもそうなんですが、つづらっていうのは大きく関係していくんですね、石川五右衛門が親の入ったつづらを背負い、三好長慶の謀反の連判状を手に入れようとすると、石川五右衛門は手下の足から金蔵に向かって、我を落とすはこりゃ、と、海中より忍びの一、えー、巻をいだしという。 これがすなわち伊賀流の忍びのショート、これさえ見ればすまんの中でも消しほど目にかからぬ大事なものをしっかり預けたぞというふうにして、伊賀流の忍術ですね、これがこ出てくるという。で下のところ出てきて、五右衛門に呪文を唱えるドロドロ二体という、そういうふうにして、姿を変えたり、なんだったりするという、そういうふうなことが書いています。まあ、忍術使いに変わっていくんですよね。 で、やっぱりこれはあの、えー、っと、そうですね、俗禁非正とか小説の影響ですね。それに前に出てた小説の影響があるんじゃないかというふうに私は思ってます。まあ、誠実によっては逆もあるかもしれませんけれども、私の見方として見解で言えば、あの、えー、っと、やっぱり法歴、 のあの初頭ぐらいまでに出てきた、えー、俗金聖壇というのがあの影響を与えてその後の,あの歌舞伎作品に影響を与えてるんじゃないかというふうに思います、まあ、ただあのこういう妖術ですねマジカルな術を使うというのは妖術使いは他に出てきましてあの例えば天竺独兵とかそうですねこれはあのバテレンの,あの、えー、術を使ったりとかいう、まあ、日記壇上とかも出てきますけれども、まあ、必ずしもあの忍術というふうに言ってるわけじゃない。なんとかの 忍術というふうに明らかに書いてるのはこの五右衛門だったりあの稲田闘蔵という稲田小蔵という悪人がいたんですけれどもあのそれに基づいて稲田闘蔵今はその稲田闘蔵出てくるあの演目やりませんけれども稲田闘蔵というその出てきて、まあ、それが出てくる、まあ、で作品としてそのお家騒動に巻き込まれるというなんかあの人物から積極的にお家や天下の転覆を図る悪人ですね。 あの天竺独命とか日,あの日記壇上とかそういうふうな悪人になっていきまして使うのもその妖術ではなくて忍術ですね魔法的な忍術音形変化を使っていくというこういうものの場合は伊賀流ですねそして内容的にその木下藤吉郎ですね真柴久義とのライバル関係というのがこう出てきて、えー、話の焦点になっていくというところです。 で格好としてはあの百日かずらです、五右衛門のトレードマークって髪がばっとなってるあのあのものです、まあそれ見るとやっぱり五右衛門だなという、その格好だけで五右衛門ですと言ってわかるような感じすると思います、五右衛門の百日かずら。で、黒のすあみ、えー、網やみなんですけど、あのえー、っと鎖かたびらですね、それを表彰しているもの、江戸のものだと素肌のものが多いんですけど、そのすわみが鎖かたびらのすわみをしてる、で黒火ロードのドテラをして、花結びの前帯してという。 で、後であの絵で見ていきますバレンというなんかあの裾飾りがついててというそういうような装束になっているです今も五右衛門者というのは歌舞伎で上演されてきまして有名なのはその三文五三の切りです三文の場ですねそんなこれ自体は長くないんですけどその取手がいてそれをあのは弾いてせり上がって、えー、木下と吉あの真柴久義とのその 対立ととといいうう、うか、見栄になるというそういうところがあって、あと長いもので言うとあの今だと「造庫二つどもえ」というのがありましてこれ江戸時代のいろんな作品ですねこれが混交した形であのできていて原稿の台本というのは1861年をベースにしてるんですけどこれが台本台あの上演されていますその平成30年にあの中村吉右衛門さんがやってましたけれどもまだ他にもあのこれ上演されてこと何度かあるというふうに思います。 まあことです、まあ、これは石川五右衛門自体の成長というよりはその18世紀後半の演劇作品が変化していく中で石川五右衛門がそういうあのお家のお家とか天下の転覆を図る悪人に転換してその中であの忍術を使う悪人として石川五右衛門が出てきたというそういうふうに見るべきなのでしょうけれどもやはりこれが石川五右衛門がそのラインナップに出てきたというのはそれより前に あの俗禁聖団などがあってそれから五右衛門は忍びの術に長けているというそういうふうな、えー、ことがあったんじゃないかなというですね。既、う、成、ん、像座集だけだと短いですし弱い気がするんですねやっぱりある程度それを、あのー、刺激するだけの、えー、作品というのが実力体小説として存在してたんじゃないかなというふうに私は思っています。 で小説であの影響を与えたものというと、あの俗金聖壇なんですけど、またもう一個あの大きく影響を与えているのが、絵本大公記ですね。絵本大公記のは読み本です。これもあの歴史小説なんですけれども、これは長いです、あの7編84冊あります。寛薬年から京和2年ですね、1797年から1802年まで、えー、刊行されました。えー、竹内覚斎という人物が書いていて岡田玉山という人物が挿絵を描いているという。 内容的には対抗期というふうに書いてあるように、あの、秀吉の一大記なんです。長いですね。で、この中の6編と7編に石川小右衛門登場するんですが、これかなりの分量を占めています。で、俗近犠牲団を参考にしたというふうに思っています。昔は逆に、あの、俗近犠牲団が絵本対抗期を真似て書いてるんじゃないかというふうに言われてたんですけども、最近は逆ですね、その俗近犠牲団の方が先行してるんじゃないかというふうに言われています。で、設定として、あの、 俗勤生団と違うところも珍しくなくて俗勤生団の場合は、えーっとえー、石川村ですね伊賀の石川村の出身なんですこれが河内の石川村の出身であったり名張の山頂であの来白の偉人の僧林間という人に忍術を習ったりとかいうで桃津さんというがその特に忍術使いたわけじゃなくて、えー、河内の国、片野,野に住んでいるとかいうそういうような違いがあります。 えと続期犠牲団の方も内容が変わ,変わってきますので終わりの方になっていくとそのあの逆に本体後期からの影響を受けているなともあります。まあ、これは菊池さんが成長する実力という話をなさっているんですけれどもいろいろあの転換されていくんですけれども、えー、本体後期の場合こうですね。で本体後期の場合 あれですねわ、私よく忍者の,その話をするときにこの場面よく出すんですこれ出てきて、えー、これ木村日立ですね日立之助がこれが伏見の城に忍び込んでいくというところでロープ張って黒装束になっていてというところですで黒装束というのは1750年代の演劇を中心にその定着していったという話なんですけれども、まあ、小説にもこの辺りになると定番になってきたという例で話すんですただあのこの絵本対抗期に えー、石川五右衛門が出てくる場面では五右衛門これ出てくるんですけど黒装束じゃないんです五右衛門誰かというとこれが五右衛門なんですよねこれ出てくるこれが五右衛門なんですよで伏見城に潜入して捉えられるんですけれどもこの七変の牧さんですねこの時はあの小袖小手袴すね当てに裸足というふうになっていて黒装束じゃないんですねまあ逆にあの他の前期のその1700年代より前の あたりのそのそそ忍びが出てくる小説もそうななんんでですすけど黒小族じゃないんですねでやっぱりなんかあの術を使って隠れたりなんだったりしますので無理に黒にする必要ないという逆にそこら辺はこの五右衛門が優れた、えー、忍びの術を使っているというそういうふうなですね、まあ、戦国とあのすすだ灰との章ですねこれに五右衛門は捕まるんですけどこの時のですねやちになっていますですね で、えー、これであの形状の場面、これあの絵本大好機の中で三条、三これ、三条瓦になってますね、ここで煮られるというふうになっています。ちなみに、この後であのでテレビ版の石川五右衛門というのをあの紹介するんですけども、あのこの中で五右衛門の釜入りの場面が出てくるとき、多分これをベースにしてあの、CG なんでしょうけどね、それで場面を作っていて、ああ、なんか考えて作ってるんだなというふうに思いました。 で、五右衛門でいうと、あの、この左の方はその、どちらかというと雰囲気的には、あの、えー、前期っぽい感じ。これで、この後の方の、えー、こちらの百日かずらです。この髪型かなんかの方が、まあ、今でいう石川五右衛門の、両方とも三代目の豊国が書いてますけれども、あの、五右衛門らしいかな、という、そういうふうに、ですね。もう悪党で、こういうふうな感じになるという。 ちなみに、あのこういう様式ですね、これで他で見てて、これは五右衛門じゃないんですけど、も、あの松歌舞伎三階祈願という、祈拍子の中で出てくるこれですね、こういうあの広口袖にえ鎖片びらかなんかで、でバレンという、これ大事なんですけど、バレンという、この裾飾り、これ芝居風なものなんです、これが出てきている。これ、その盗人の,あの忍びの様式になってくる、芝居から来る。 あの忍び予定というかそれから来る様式なんですけどまたこれあの極定馬券の開館狂気橋脚団、のこれもあ五右衛門じゃないですこれ盗人であの、えー、っと夕張次郎というのが出てきてこれがあのガンドを持っててこれでバレンがついててという忍びの格好をしててこういうふうな悪人の格好ですね。でこっちもあの えー、読み本の中の出てくる悪党、これネズミ小僧なんですけど、このつづらをしょってて、えー、この百日かずらに、このすわみをしているという格好です。これは五右衛門じゃないんですけど、明らかに内容的には五右衛門ものの,へあの変装というか、あの本案で作られてるなという,うに分かっています。で外見的なものもあの非常に えー、形がこの時点ではこういう格好ですけれども、あのー、定型化していって芝居の中でこう形がして、えー、忍びの格好黒装束というで盗人の格好ですねこれが定着していく中でこの格好は大きく影響を与えるというあちなみにあのちょっとしつこいようですけどこの「バレンというこれがついてるのがあの大きくてで、えー、これがやっぱり演劇的な格好なんですよね。 であのこれ、えーっと、私がその2020年の3月にその講演会やるときに、えー、っとポスターが作ったんですけれども、ちあのビラ作ったんですその時に出てくるのが、あの、えー、七草四郎だったのかな、それが出てきて、いや、これはあの妖術使いであって、あの忍びのものじゃないですよと話をしたんです。妖術使いとその忍びで忍術使うものの違い、どこら辺にあるかって、やっぱり忍び予定の格好があの大きく目印になるものでして、こういう、あの、 飾りですね。ここら辺がついているのは非常に大きなあのポイントなの、これはあの忍び予定の特徴なんですね。あ,とあるいは、すわみというものですね。網やみのやつでしてあの、私もなんか忍者の変身するというか、それですわみを持ってて、なんか変なふうになってましたけど、あの最初は持ってましたけど、非常に伝統あるものなので、最近喜んですわみをこうしていますね、はい。で、あるいはこれ、まあ、私が持ってるある浮世絵なんですけども。 えと浜野正子あの月の悲劇というやつでして、これは開4年幕末ですね、この江戸川原崎座の中で出てきて、あの五代目の市川海老蔵があの演じているという、そういうところです。といところ、まあ、これもやっぱりバレンがあってという。 さて、江戸時代までの石川越衛門なんですけれどもあの実在の人物であろうというのはそれは間違いないとその時常狂気やあの日本国旗でそれでわかるんですけど詳細はわからないことが多いという行動に関しても「慶長検問集とか「豊臣秀吉風」ぐらいまでがわかるぐらいの限界でしてあとはやっぱりあの設定というかお話であるというふうに割り切って見ていかなくちゃいけないんだろうなというふうに。 思いますで演劇にあの取り上げられていく、まあ、人物があの深まっていって、えーっとまあ、山田和仁先生の論文とか見るといいんですけどもあ非常に何かあのいいお芝居にあの形勢吉岡染ですねなってあの劇的になっていくというあれがあるんですけれども、まあ、やっぱり忍びじゃなくてあの18世紀前半まではかまえりがクライマックスになるというそれで親子の情愛とかそこら辺が出てくる話だったんですね。 それがあの18世紀の後半の演劇からスケールが大きい悪人となり、忍術を使うようになってくる。もちろんこれはあの石川五右衛門だけの問題じゃなくて、他にそういう悪人がいっぱい出てくるという、えー、あのことですね。まあ、その忍術を使って大事なものを盗んだりとか、そういうような悪党であるという。でこの形成に関してはあの小説の続近生涯が影響を与えてるんじゃないかというふうに私自身は思っております。他に絵本対抗期などが 五右衛門について出てましてそれに出てくる五右衛門のエピソードなどがあの現在我々が知ってる五右衛門のエピソードとかで定着していくんじゃないかと思います外見に関してはあの歌舞伎から百日かずらとか黒土噺とか決まりのものになっていくというです、ね、私子どもの頃に「頑張れ五右衛門」というあのゲームファミコンのゲームがあって、まあ、それ出てたんですけど、まあ、その五右衛門なんかもやっぱり百日かずらに何かあの鎖片べらの服みたいなそれだけで 出てくる顔つきかなんかでそれでわかるような、まあ、やはり非常にアイコンになっている感じしますよね。はい、で江戸時代のうちにあの話のパターンですね、あるいは外見はすごい高いレベルで完成してるんだなという、で江戸時代なんですけど、義賊設定というのはあのその、えー、っと1700年代の前半までのものではあるにしても、基本的にはあの盗人という悪の存在であって。 あの忍者としても忍術をを使って悪事を働くというものです去年そのミャンマーに行った時にあの現地の楊さんという日本のことをよく調べてる人に「あのえー、石川五右衛門はあのロビン・フッドのような貴族に似てませんか?」と言われたんですけども、まあ、なんか、まあ、そういうふうなあの。 施しをしていることがありますけど、基本的には何か手術的には悪人ですよねそういうようなあの設定というのはまあそれも設定の一つであって基本的には悪人であるということです。で江戸時代ですとやっぱりなんか悪いことしてる人はあの最終的に何か報いを受けるようになってるんですね逆に言えばその最終的に報いを得るまではあのどんな悪いことをしてもいいというようになってて五右衛門の悪事とかバンバン出てくるんですけれどもあの、まあ、その悪事を やったものが最終的に罰を受けるというものですで。キャラクターとして非常にスケールが大きいというね真柴白に秀吉と対立する存在であの、まあ、若い時もそうですしその、えー、捕まった後にそに秀吉に向かって淡譜から切るわけですから悪人としてスケールが大きいんですね。で社会から逸脱する存在として悪の魅力があるのは確かなとまあ石川も悪人ですけれどもなんでここまで扱われてるかというとあの悪の魅力でしょうねというね。でえー まあちょっと変な例えかもしれませんけど、あのダース・ベイダーいないと、スター・ウォーズつまんないでしょというね、出てきて、やっぱりあの、スター・ウォーズシリーズずっと続きましたけども、ダース・ベイダーが出てきて、どんと悪の力というか強さというのを見せてるところに、あのスター・ウォーズの,その、えー、エピソード的な4、5、6ぐらいの面白さがあるでして、まあ、そこがいないと、やっぱりちょっと味が薄い、他の音と比べてあの、スター・ウォーズシリーズのを感じるんじゃないかなと。 思いますけれども、まあ、やっぱりその悪の魅力ですねそういう社会から逸脱する存在悪の強さ悪の魅力というのが、まあ、悪人であるけれどもあったというふうに思いますねはいえー、っとだいぶ喋ってきて今でそうですね一時まだ1時間経ってないぐらいですけれどもじゃあ近代の話をこうしていきましょうこれでですね近代に入ってからの石川右衛門なんですけど江戸時代にもかなりあの完成されたキャラクターであの 明治以降から戦前までは盗賊悪の忍者というそういうイメージが続きます。まあ、基本的になんか正義というよりは悪ですよね。あのこの後にしかしかごめんにさい大正時代に正義の忍者のサルトビサスケが登場してきてそれまでの怪しい悪の存在だった忍者とは違う忍者が活躍するようになるんですが、まあ、それとは違うどちらかといえば従来の,あの悪で怖いというなんかよくわけが分からなくて怖いというものが。 ただ、あの、歌舞伎や江戸時代小説の,あのパターンですね、今に出てくる造法二つどもえとか、あるいはその俗近世代や絵本大鼓紀から離れたものを、もっとあの個人的にその人間、石川五右衛門を描くっていうような、まあ、近代小説のものは出てくるんですね。が、まず見ていくのは、あの、達川文庫のサルトビサスケです。えー、っと、サルトビサスケも何か出しましょうか。猿飛トビあの、 えーっと今の YouTube だと小さくしか映んないんですかね。あの私が、こっちがレプリカで、こっちがあの、えーっとまあ、本物のやつです。で、大正人の藩が最初なんです。私が持ってるのは大正3年の藩のやつですね。で、この中であの石川小右衛も出てくるんですね。あの、辰川文庫もいろいろ当たり外れがある作品多いんですけれども、この猿飛、えー、トビサスケは非常に当たりの作品なんですね。で、途中から猿飛佐助サ,サスケが諸国漫遊しながらいろんな、あの、 えー、忍者とか,とか侍とかあるいは他の忍びと戦ったりなんだりして仲間になったりなどうだったりとか言って今のあのジャンプの漫画みたいな感じで面白いんですけどこの中で石川右衛出てくるんですよねで南禅寺の三門であの石川五右衛門の密談を猿飛佐助が遠耳の極意で聞きつけて石川五右衛門と猿飛佐助の対決に発展するんですね。 この中で石川五百は名張の桃地三代をですね、これに忍術を習っていて、えー、秀吉とは幼な友達で、秀吉が天下を取ったので、二三全国の出世では満足せず、大名相手の相続をしているという、まあ、千鳥の航路を盗もうという計画を立てていたという。で、猿飛佐助と忍術比べをするんですね。えー、っと、ですね、どうしましょうかね、これが。えー、っと。 なそのままスライドの方を読みましょうかね。五右衛門はやっと一声叫ぶとともに今まである姿はたちまち消えて一匹のネズミがちょこちょこと走って出る。サスケ、これを眺めて、はは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 は、さ<ペー>ようなことは古い古い。言いつつ、ネズミには目もくれず、えいとかけたる恋とともに身を広がすよと見えたるが見るも、見る見るサスケの体は猫と返事、目を怒らし、牙を鳴らし、あわやネズミに飛びかからんとする。 鹿子右衛門の術はこれにて破れ、すっくと姿を現し、鹿ゴ右モンのセリフですね、負けた負けた、じゃあ今度はこの手で来いと傍らへ、えー、ありたる火鉢の中に何,何か投げ込むよと見る間に、パッと立ち上る火炎とともに鹿ゴ右モンの姿は消え失せた。 サスケのセリフです。「うむ、火砲の術を使ったか?」と、ほしゃくなことをするな。言うが早いか、サスケは師匠譲りの鉄線を空に向けて、2、3度打ち降ると、子はいかにそこら一面、満々たる水となり、大洪水の来たるかと怪しむばかり。サスケは水の真ったの中に突っ立ち、辺りに気を配、えー、いていると、火炎が水に打ち消され、どこともなく苦しげなる声にて、「む、今度もやられたか?と」とひょいと姿を現した。お右衛門はふうふうと苦しき、えー、ため息を吐いているという。 ところで,す、ね、で戦うんですけどあのサスケの方が五右衛門よりもあの勝ってるんですね。で、まあ、これで SASUKE 五右衛門を殺しちゃうわけにはいかないのかあの話としては心を入れ替え全身に立ち返れとか今日はこのまま別れるが以後再び出会った説には何時の命ないと思えとかいうふうにして助けてやるんですね。 まあこのほか、この中であのまあ女が出てきたり、部下が出てきたりという、そういうふうなところ、一子右衛門の部下が出てくるんですけど、まあこの辺も五右衛門像というか、そういうふうに関係してるんじゃないかなという,うす、なかなか熱いというか、私自身は読んでて興奮する場面ですね、ネズミになるというのは、本当に伊賀流の忍術、ネズミ、あの変下の術ですね、ネズミ、よくあるんですね、これをネズミに対して猫になるとか。 花遁の術に対して水遁の術ですね、何か使ってなんていうところ、花遁の術なんていうのは、八見伝の,あの犬山洞窟とかこう出てくる、まあ、古い術です、まあ、それを水の術で破ったりという、そういうところで、新、ま、旧、あ、大切、あの江戸時代の術に対する新旧対決みたいなので、佐助が勝っていくというところが面白いんですけれども、ですね。と そのほか、あのー、石川五右衛門の作品で見ると、まあ、やっぱりちょっと人間石川五右衛門とちょっと違った <laughs> ものが出てくると、例えば上司聖剣の石川五右衛門の生い立ちという、これ短編ですね、これ大正九年のものなんですけど、文語と言われたあの時代の若い頃の五右衛門をえが描いていきます。<laughs> あとは国枝四郎の伝和ず基礎の架け橋、これは大正11年から15年に書かれていた。 もも、のなんですけれども若い鹿髪が出てきて、これはあの設定的に加賀の大聖寺から出てきた大聖寺の御師の息子であるというで。桃地三代に弟子入りしようとするんですけれどもどうも心が良くないというのを見破られましてで逆上して刀を抜くんですけれどもあの三代の術で気絶するというふうになっています。でで 外見でですすね、ね。それれがあの咎められるんですよ、ね、目がどうもよくない、目とかね、ここの唇、あのー、とか全部責められていくんですけど、も。まず第一は今日日の本の武将のうち、その方の目じゃ、二重道交魚卵の形、それが何よりの証拠じゃないと、二重道交を持ったるものは織田家の木下藤吉郎ただ一、えー、人あるばかりだゃ。統吉郎こそ、既、え、成、ー、の結物、関白までもへ登る男と。 二重同行に不思議はない、しかるに何時の才能は藤吉郎の半ばもなくて、しかも悪逆の性は彼に100倍勝っていると言われにあの額だったり、ほくろだったり、黒い唇とか耳の形を責められていくというふうになります。目の形ですね。 でこの目のことはこの後に出てくる段一夫の作品の中でも出てきます。でここであの桃ち三代に断られてしまうので吹屋のおさんという老婆が引き取って忍術を教えていきます。これは木村日立が出てきて木村日立はあの三代の方が教えていってで五右衛門の方はあのおさんばばの方が習っていってというそうですね。で秀吉がその二重同行であるという説があるんですけどどこから出てるとわからないんですね。ひょっとしたらあの このツタカずら木曽の架橋が最初なのかもしれませんし何か他のものがあるのかもしれません中国には多いんですね、皇ウとか皇后とかね、そこら辺のやつでいろいろ出てくるんですけれども日本のやつだと珍しくて秀吉なんかもどこら辺からかよく分かってないですね。で、えー、はこの後ですけど、吹屋のお三番に忍術を習った五右衛門はあの稲家の奥方をさらおうとして三代に塞がれるんですね。 また忍術を使って花村右門という若い侍をたぶらかして手下にしようと失敗,失敗するんですよね。でこれもメインのところじゃなくてまあなんかいろいろ出てくる中のキャラクターの一つなんですけどあ,のあんまり出てこなくなっちゃってですねでツタカズラキの架け橋っていうのはあの最後グズグズになっちゃってなんか最後の本当にあの読めばわかるんですけどなんかちぎれた感じのものにな,なってくるせいもあって、まあ、最後どうなっちゃったんだろうというそういうふうな話になっていきます。 でえー、もういきなり戦後に飛んじゃうんですけれども石川原門小説でいうと段一夫の新設石川五右衛門ですねこれは大きなものなんじゃないかと思います昭和26年から28年で、まあ、だんだんあの書き足されていったものですで段一夫の,あの直木賞の受賞作であの足していったことによって最終的に五右衛門の一代記というふうに完成しています、まあ カズオといってももうあれですかね家宅の人とかそういうあ,のあれのことも記憶に薄くて段文の父親といってももう響きが薄いのかもしれないですけど段カズオの,あの石川五右衛門です。 でこれは忍術的要素がないくて盗賊として描いていくというものですね。五右衛門が浜松であの石あの真田五左衛門という人に揃われてご五郎一と名付けられて大人になってからあの釜入りの刑に遭うまでそれをあの三冠にあの本に沿って、えー、描いていくと、まあ、かなりの大作なんですね、まあ、盗賊の活躍みたいなやつです。これちょっとあの気になるところがあってこれ目なんですよねこれ五右衛門の目なんですね。 あ、これ字が間違えて、回転はあのあごめんなさい、字の間違いで、えー、と開いてんじゃなくてあの回る回転ですね、瞳が回転している車輪のように重なったり外れたりするように見えるという、これをちょうどまたはそうというそうで、またの名を車輪眼。御と、ご左衛門もお種もこの、えー、不思議に揺れ回る赤ん坊の目の玉を覗き込みながらという、そういうような、えー、書き方がなされています。これ車輪眼という、あの 車の車輪ですね。そういうふうに書いてある。あのこのちょうどもいろいろあって、その、どこが2つ重なあの並んでるのもあれば、こう、あの、ちょっとずれてるように、2つあるように、こう、あるという、あるんですけれども、まあこの、この場合はこの2つちょっと重なるようになってたんですけれども、これ、気になるのはやっぱり名称です。車輪ガンですよね。で、ナルトの車輪ガンに影響があるのと、ナルトの場合はこのつすに割ったのめです。車輪ガンですよね。 で、五右衛門の額自体何か能力があるわけじゃないんです。道術ってわけじゃないんです道術に関してはやっぱり甲賀忍法町でね、甲賀玄之助とか、あの、そこら辺のものになるんですけど、ただ名称としてその車輪ン,ンとかが出てきているというわけです。で、前にその国枝史郎の、あの、ところで出てきてますから、あの、すべてが、あの、段数の創造というわけでもないんでしょうけれども、あの、えー、 どうなんだろうなぁという、どこら辺の影響があるんだろうなぁという日になっています。で、えー、次は忍者小説としては有名なあの柴良太郎のフクロウの城ですね。で昭和30年代の忍者ブーム、その忍法 第三次林法ブームといいましょうかこの辺りの引き付け役となった作品なんですけれどもあちょっとすいません、えーっとね、今からあのフクロウの城に関してはあのネタバレを言いますフクロウの城の,あのエピソードについて大事なことを言います確信のことを言いますのであのもしフクロウの城全然読んだことないけどもこの吉丸が何か話してるから読んでみたいわというその人であのその人はちょっと今から飛ばして、えー、見るのがいいんじゃないかなと思います。あの ネタ,ネタバレというか、それを言わないとちょっと説明できないので、あの説明させてもらいますので、あの幸い、このが動画の場合は飛ばしても大丈夫だと思いますからあの、ちょっと飛ばしてもらえばという。で、このフクロウの城というのは、その、信長によって、その、天正伊賀の乱ですね、それで散り散りになった伊賀者の中の津沢十郎十蔵という、まあ、主人公と、あと、それに対してあの、 忍者捨てて侍になってのし上がっていこうという風間護兵という人物2人の,あのライバル関係が出てくるんですそのライバルに当たる風間護兵です、ね、これは作中で綾山軍の石川村の出身なんですこれ最後の最後あたりに自分はあの石川五右衛門だって捕まっていくんですねつづら十三というのはあの秀吉の寝間まで行くんですけどもあの秀吉結局最後殺さないままこう行くんです、まあ、ただこれがあの話的にはその古典的な石川五右衛門説話の変装というかあの本案になってるんですよね。 その石川五右衛門がその行って、まあ、伏見城とかそれに忍び込んで石あの秀吉の根元、ま、あの根間まで行ってみたいなそういうような話になっていてそれが別になあのしてだから非常にうまいなと思いましただから、あのー、やっぱり古典的な忍者小説である石川五右衛門の話俗金伊勢団とかあの絵本大公記とかを元にしながらあの全く新しい忍者小説を作り出したという司馬遼太郎というのはすごい人だなというふうに 作中の中で司馬太郎が石川五右衛門に対するその交渉を行っているんですね。えっと、これちょっと新しい方の「あのえー、っと新潮文庫」の方からですけれども割と長いですあの見開き1ページぐらいでこう書いてあってで、えー、っとちょっと長いですけど読みますよ。 八、えー、月二十四日、る苦、えーえー、行の日録の文録三年の頃に、そういう日付から始まる記述があると。盗人すり十人、また一人の者はかまにていらる同類十九人、張り付けにかかる。三条橋、間の河原にて、成敗なり、貴賤群衆なり。これは五右衛門軽視に関する最古の記録,だろう記録であろうと。まあ、これ、山品時常の時常狂気ですね。これ、時常狂気って書いてないんですけど、そのことが出てくる。 直本調図鑑になるとこの事実はやや具体化するというこれが出てきて、えー、ちょっとそれ読まないですこれと同行医局の記述が歴朝容器や将軍家父に載っているが護衛門に関するものはただこれだけでありそれ以上は出ないという護衛門が我々の周知のような人物に仕立てられたのは江戸も中期に入ってからのことである酒焼きを一尺も伸ばしドンスのような着物を着た異様な人物が改めて書人の前に現れたと。 近松門左衛門,門には京成吉岡染という作があるが、他に石川五右衛門一代話、金門五三のり浜の政子、月の石川、派手比べ石染めって書いてる字でしょうね、えー、石川染めなんですけど、派手比べ石染め、この下蕎が恵の政子寺などの浄瑠璃本、歌舞伎本が出た。しかし、実在の五右衛門というのが一体何者であったかは今日なおわからないのである。そういうふうな書き方をしていますで。古来説はある。 石川という姓から類推すると、例えば三好家の家臣に石川家臣というものがあるその者の,の子で区間長大30人力を有し、すでに16歳の時に主家の構造を破った、この時万人を切って小金造りの土地を奪い、逃れて諸国を放浪しつつ盗みを働いたという説いうで。次の説ですけど、遠州浜松の生まれという説もある、はじめ真田八郎と称したが後、後河内の国石川郡、えー、山内古,古底といういか、えー、に縁があったため、石川小山と解消したというと。 また、伊賀国に石川村という在所がある、えー、ところから、そのところ、その地の出身の忍者で、同国の桃地三重から術を学び、修行中桃地の最女に通じた、その最女を操って三代の金を盗ませ、蓄前するに際して、最女を殺して池に、えー、井戸に投げ込んだと言われる説、いずれ,ないずれもなんの根拠もない。 考えてみればこれほど大盗人でしかもその処刑の事実が当時の苦行日記や感染の記録に残っているほどの人物でありながら処刑前の行状はあるか出生地さえわからないというのは奇妙というほかにないそこに何か政治的宗教を書くことができるそういう憶測を動かした人は古来多くいたし説もあるという。で、えー、伊賀国石川出身の風間護兵と同じく伊賀孔鶴辻十三という忍者が文禄年間に伏見城に潜入したという事実が 伊賀、えー、国一宮、綾国神社の社、えー、迦の公費として古くから伝わっている、これをもって従来の説にきっ抗できるというほどの強い根拠はないが、偶然にも風間護平は石川村の出身であり、その先入は石川五右衛門という人物の処刑の少し前である、あるいは護平こそ石川五右衛門ではなかったか、うんぬんというあれでして、まあ、もちろんその風間護平のことは綾国神社の話が出てますけど、本当かなという、まあ多分そうではないだろうと思います。 でこ,この中でこう本当はベース的に言うと、あのえー、そうですね、あの続金星団へ対抗期というのはあの見てるはずでして、で狭間護兵があの石川村出身というのは、やっぱりそこらへん分かってるはずなんですけれども、ちょっとぼかしてある、本当のネタ的にはぼかしてある。 ところです。で、この柴寮太郎の石川博文交渉というあのところなんですけども、まあ、何かすでにまとめてあるものがあったのか、あるいはその柴田郎がいろいろあの調べていく中でそういう風に行き着いたのかわかりませんけれども、まあそれよく調べてるなあという風には思いますね。まあ、小説家的にはやっぱりその本当のネタにあたるようなあの続筋政談みたいなところやあの絵本対抗戦に関してのことをちょっと触れているところが。 なんかまあ作家らしいなというふうにあの江戸時代から続く作家らしいところかなと思いますね。はい、で護兵、えーまあ、が出てきて、まあ、これが石川遼門だったというのはあの非常にあっと驚くような感じになっているんですけれども。 まあただなんかあのご、御幣が最後はうぞうむぞうと一緒に処刑されちゃうんですけれども、なんかそこらへんはやっぱり家族か何かと一,一,同一族で殺されているというあの処刑されたというところの味が薄くなっているなぁと思わないでもないですね、ちょっとあのケチをつけるのであればですね。まあ、ただ、石川五右衛門の,そのよくある話を本あのベースに使いながら本案した袋の城というのは、すごくよくできた小説だと思います。はいさて フクロウの城のあたりからあの忍者忍術ブームに出てくるあの甲賀忍法山,田山田風太郎の甲賀忍包長が出てくるんですけれども、えー、っとやっぱりこれで村山智義の忍びのものを、あのー、これに触れざるをえないだろうと思います。村山智義があの昭和35年年の11月からあの えー、2年後のその5月まで赤旗ですね、これに連新聞で連載してた、えー、忍びのものですね、そしてあの続編の忍びのもの、五右衛門釜入りという、昭和38年1963年から39年12月までというですで、忍びのもののシリーズってあのいくつか続いてるのが、その最初の2つですね、これがこう今はあの岩波現代文庫に入って、あの新刊で読めるやつがあのちょっとないんですけれども、これ出てきた。 やつで,すで、えー、と村山智義はあのーまあ、作中の中であの絵本対抗期や俗禁星団についても触れてますしあの実際に石川五百の芝見よく見てるあの村山智義もともと演劇畑の人だったんですけどこれでよく見ててそれに対しての作中の,あの言及がありますどこら辺が、あのー、どういう話があって変えてるというのがあります。 え大映が作ったあの映画版ですね、市川藍蔵主演の,あの映画版も有名ですけれども、まずこの小説版の忍びのものについてあの言っておきますと、絶対的に伊賀の国の,あの石川村の出身で、桃地三太夫の配下で、まああの、この時代の忍者僧侶もそうなんですけども、あの師,弟師,師匠と弟子というかあの、ね、そこら辺の上下関係があの中心になりまして、桃地三太夫との上下関係が描かれると。 で、五連門構入りは、あの、天ン以下の欄の後でして、で、あの、秀吉の信条に忍び込むんですけど、服部三蔵に捕まって、あの、構入りにされちゃうという、そういう、あの、エピソードになっています。あ、ちょっとこれもネタ的にあれを話しちゃいましたね。あれで。よくないかもしれないですが。 で映画版の方のあの忍びのものですね、これがあの大英のところでして、忍者小説というか、忍者映画というと、あの東映が作ってるものですね、あ多いんですけど、あの東映は割とそと子供向けというか、低年齢でも楽しめるようなものを作るのに対して、大英はそれで石川雷蔵という2枚目スターをあの起用して、大人向けに作るんですね、これがあの忍びのものと、俗忍びのもの、新忍びのものという。 ままだまだこのたりずっと続いていくんですけどこの最初の辺りですねこれがあの石川五右衛門の主人公にしていくんですねで石川五右衛門っていうのはあの例えば江戸時代の後期のやつだとすごいパワーを持ってる大役人なんですけどそれに比べれば普通の忍者っていう感じですよねそういうふうな普通の忍者でその下人まあいわゆる下人ですねその下っ端の忍者の苦しみみたいなあのものをこう出てくるというやつです。 まあ村山智氏とか、カムイネもそうなんですけども、その上部,上部構造と下部構造の問題みたいな、常任中人下人みたいなのがあって、常任みたいなのに下人が搾取されて苦し,あの苦しいみたいなところが、このあたりの1960年代あたりの忍者作品の,あの一つのパターンになっていくんですけど、まあ、それをあの背景にあるような作品でして、であの石川五右衛門はそのどちらかでは普通の人という感じになっていく。 俗忍びの者のではあの信長の命をね狙ってあの光秀に謀反をさのかするような役割をしたり新忍びの者のではあの実は五右衛門は半蔵の手助けで生きていてとかいうで秀吉の信条に忍び込んだりなんだりというそういうことをしていくというような感じです。まあ、最初はなんかあの割と弱いような感じだったのが、まあ、ちょっとヒーロー化されていく感じのだんだん後のふうになるとヒーロー化されていく感じになっていきます。 五右衛門を扱った作品としては大きいという大きい作品でしょうねそういうふうに言うことができるし忍者小説誌あるいはこの忍びの者も,のにもう忍者映画誌の中では非常に大きなあの意味合いを持つ作品だと思います、まあ、しつこいですけどなんかすごいなあのパワーを持ったあの悪人大ヒーローというわけではなくて、まあ、一つのに一人の忍者としての石川五右衛門という描かれ方がしているというあの仮想の忍者の 下の下級の忍者の一人としてシカゴエモン出てるところが面白いかなと思っています。さて山田風太郎はどうなのかなというとあんまりないんですね。これであの影竜忍法帳千九百六十三年に収録される忍者忍者シカゴエモンというのがあって、まあちょっと正確な書質は見てないので、もうちょっとあの早いんでしょうけれども、これは短編でしてあの淀みの持つあの陽気気の鈴をあのカブ弾を隠れるのにする。 あの高賀丹波という、まあ、これが石川越も名乗ってるんですこれがあの奪って、えー、そこの,あの歌姫というかあのそれの織部という女を使って太鼓をたぶらかそうとするけれども失敗するというそういうふうな感じになっています途中あの秀次の配下の「四季城之助」とかそういうのが出てきたりとか、まあ、秀吉、秀次者が絡んできますけれども、ね、作品というとあまり大きくないという感じですね。 でまあ、ちょっと近代に関しては私も石川五右衛門についてあの一生懸命全部総ざらいで探そうというあのことはやっていませんでしたので多分あの詳しい方々が見るとあれは抜けてるんじゃないかこれはあるんじゃないかといっぱい出てくるんじゃないかと思いますやはりあの名前のある忍者フィクションの名前のあるフィクションの忍者としてはあの石川五右衛門というのは大きいものでして石川五右衛門、猿飛佐助とかね、そこら辺は大きいものですのでいろんな作品に出てくるんですね。 で最近のものになってきますと和田遼の,の「忍びの国2008年」小説版ですねこれにあの文吾という人物が出てきます文吾というのはあの俗近星団とかでも文吾というふうに言われて若い子の名所文吾と言われてるんですけど若き日の石川五右衛門19歳という設定になっていますで作中でもあのこれが石川村の出身で後に石川五右衛門になることが書かれてるんですねで主人公の無門というあのそれのライバルになっていますのの大野くんの が主演した映画版ですね、2017年の映画版があるんですけれどもこれには登場しないんですよね。で、えー、今年私授業のあの忍者学の授業でいろいろレポートを取ってあの、えー、っとこ,れこれの感想を取ったんですけれども映画版がいまいちあの評価されないのは文語が出てこないせいじゃないのみたいな感想をあのしてる人もちらほらいてまあなるほどそうかもしれないなとい。 一つ、その主人公のライバルとして大きな存在になってたのが、まあ、小説としての持ち味だったから、まあ多分映画ですると、あの焦点がぼやけちゃうというので、省いちゃったんでしょうね。はい、あとはあのー、えー、っと、えーまあ、桐谷和,和明の,あの、えー、監督作品で、江口洋介が主演の五右衛門です。これが2009年ですね。 ちょっと説明しにくいんですが、和風ファンタジー映画なんですね。あのまあ、一応日本の歴史を使ってるけれども、まあ日本じゃないという、そういうものなんです、ねで。天下の大泥棒であの義族設定です。一応忍者設定になっていて、あの霧隠れ才蔵とか、サルトビサツも出てくる、まあ忍術を使って派手な CG を使っている作品なんですね。 まあ、独特ですね、あのー、好みは分かれますね、それの良し悪しというか、まあ、好きだという人見れば、ちょっと、あのーまあ、時代今までの普通の時代劇ではないので、そういうところではあのー、好みじゃないとすいるかもしれません。まあ、ただ、五右衛門というのがあの、そういうまだ映画,の映画とかのキャラクターとして使われ続けているという、主人公で使われ続けるキャラクターなのだという意味では大きなあの意味のある作品だと思いますね。さて、えーっと 次はあのテレビ時代劇石川五右衛門というこれに見ましょうこれ2016年というあのそうですね、えー、っと映りますかねこれあの DVD もなってては DVD でこれの表紙ですね、えー、しょこれも松竹です前の五右衛門も松竹でしたけどでテレビ東京があの金曜8時の時代劇になってとしてやってて、えー、木林慎という人が原作あの漫画原作などよくなしてる人がいてであの 海老蔵ですね市川海老蔵があの主演しまして2016年の10月から12月まで全8話であのやってましたこれもともと2009年8月に新橋演舞場の公演であの木林新原作脚本の新作歌舞伎を元にするというふうに言ってるんですで私この原作のやつ見は見てるんですよねいつ見たかなちょっと最初のえ新橋演舞場じゃないのかもしれないです私見てるんですよね でえー、っと木林あの新さんというのはあのすごく想像力豊かな内容の,あの漫画原作なさっているのでなんかすごい変わったものが出るのかなと思ったらあの元の歌舞伎ですねすごくあのしっかりしてるというか「造歩二つどもやなんかで出てくるつづらとかね、そういうのも出てきますしあとは「宙乗り」とかも出てきてあの普通の歌舞伎の五右衛門作品に意外と即してるなというふうに、えー、なります。 ちょっとすいません、ネタバレを言っちゃうのであのこれもあの重要なネタバレを言っちゃうので、えー、と聞かないあのよあの知りたくない人はちょっと聞かないようにしてほしいんですけれどもこの歌舞伎の時にあの秀吉が團十郎でああのえっ、ー、と、まあ、海老蔵があの、えー、と石川五右衛門などそこら辺がミソでしてまあこの木林版の場合はあの実は、えー、海老蔵自身海老蔵というかの石川五右衛門があの秀吉の子息子であるという。 にになってててまましここれれはあのテレビ版にも引きき継ががいきますすそこら辺がですねやっぱりなんか、あのー、そうですね忍び込んでいくタイプの、あのー、続巾生団とか絵本対抗期で言うと、あのー、対象の秀吉が年取りすぎてしまいますし逆に、あのー、さ三文五三の切りみたいなタイプだとあの秀吉とはお互い若くなってしまいますのでどう見るかというときに親子ぐらいのあれで親子にしちゃおうというの一つの解決策だったと思うんですね。 これはうまくできてるなという。で、えー、と品波与左衛門一座の,の座頭与左衛門というのが実は石川五右衛門で、まあ、これが、あのー、えー、っと、えー、市川海老蔵でという、そういうやつです。で、テレビ版の方はあのー、えっ、ー、と、秀吉があの国村淳さんがやって、茶々淀君ですね、後の。 これが日がまな波がやっていて、あの、唐入り、唐入りじゃない、釜入りの場面から始まっていてという、そういうような内容です。あの、コンパクトですけど、よくまとまってて、あの、面白い作品なんじゃないかなという思いますし、あのー、石川小山っていうのは、やはり、あの、海老蔵のキャラクターというのに、まあ、割と荒,荒削りとか、そういう生命力がある、荒々しさがある、あの、キャラクターというのに合ってたんじゃないかなという。 あんまりそんな話題になってたわけでもないですけど、まあ、それなりの視聴率は取ったあのものでして多分歌舞伎版とかもひょっとしたら再演あるかもしれないのであの興味のある人は見るといいかなと五右衛門やつですね一応その忍,忍術コビーですね他にももちさんで言うとかあの霧隠れサイズも出てきます、まあ、忍者ものと言えなくもない作品になっているという感じです。 じゃあまとめになっていきますけど近代以降の石川五右衛門ですねでやっぱり盗賊なんですけどもなんか江戸時代に比べて極悪感というのが減ってくる感じがします、ね、なんかそういう容赦のない悪人らしさというのがへあのない感じがします江戸時代やっぱり悪人は悪人でやり放題やって最後に忠誠られるというそういうような因果応法が出るんですけれどもそれに比べてマイルドな感じがするというで江戸時代はすごい超自然的な忍術を使う大悪党という感じでして あのそれがもっとなんかあのびっくりするような人数を使っていくとかいうそういうものじゃなくてまあ等身大の人間ですね我々一つ一つどっかいてもおかしくないと一緒にえ周りにいてもおかしくまあやっぱりちょっと変わったところはあったりするにしてもあのおかしくないような等身大の人間で描かれていくというね。 そこら辺は段ズオとかもそうかもしれませんし、あのー、村山智義の忍びのものなんかもそうだと思う、まあ、一つの人間として、えー、ありうる人間としての石川五右衛門という描き方ですねヒーローとしてあるいはアンチヒーローとしての石川五右衛門という描き方はしないというやつです逸話はいっぱい多いので江戸時代までに生まれたエピソードというのは今日までにいろいろ生かされてるなぁと思います 実際にその本当の本当のことと言えるのはあの非常に少ないんですけれどもあのそれに比べて、えー、まあ逸話ばっかりではそうなんですけど、まあ、それをいろいろ組み合わせながらなってるかなというふうに思いますで2016年の,その石川五右衛門がありましたしその2009年の,その、えー、と江口洋介主演の和風ファンタジーの五右衛門も、まあ、すごく、まあ、五右衛門に対する新解釈というか面白い作品ではあったんですよね。 だからあの、これからもいろいろ成長していくフィクションの人物なんじゃないかなというふうに思います。まあ、やっぱり名前があるその忍者の,そのフィクションの忍者としては石川五右衛門という、あのー、ところは大きいですし猿飛佐助とは違って元の立ち位置の悪人というあの特殊な属性があったり銅泥棒という属性があったりするんですが、まあ、そういう中で悪の魅力とか、まあ他はいろんな魅力を持っているそのキャラクターなんじゃないかなというふうに思います。 最後は参考文献ですね、ちょっと長めにこう写しておきます、本当はもうちょっとあのちゃんと見とくとなくてはいけなかったんですけれども、他見てて、そうですね、うんと、奥瀬さんがあの続談、あの、俗禁盛団、役をやっておりまして、ただ、あの、手本はかなり新しい、多分幕末のものの新しいやつでして、えー、出身もその河内になってたりなんだりして、あのー、絵本対抗期とかの影響があるようなやつですね。 足立健一さんのやつは、俗金生団というのが非常に石川五右衛門の,えあのキャラクター造形に影響を与えているということを最初に言った人ですね。で山田あの、えー、和仁先生のは、京成吉岡染という、18世紀前半ぐらいまでの五右衛門作品との特徴をうまく捉えたものです。であととはは細,細谷さんという人はあの えー、名前間違えかもしれない細谷篤人さんという人はその実力の続き、非正ですね、これについて話している、伊藤さんはあの、えー、っと国会図書館にお勤めですかね、これで木下影、あの狭間合戦についてお書きになられて、まあ、これも非常に詳しい内容で、あと菊池陽介さんが金星実力の研究の中で、あのせ末期的成長石川越えの実力作品というのがいろいろと変化していくという、それを例にして、まあ、非常に面白い論文だと。 あと、細谷智子さんというこの人が、雑巾生団を出して、であのこの人はあの現地の伊賀の石川村も行かれたみたいですけど、その、えー、成り立ちについてお調べになっていた。あと三くん、光信君、三つのあの知り合いだから言って信,信也あのさんの、えー、歌舞伎の中の忍術という、その石川五右衛門とかを例に取りながら、そういう忍、えー、術どういうふうに使ってるかという形です。 木との江戸文学辞典の中に1項目として出ていて丹羽賢治さんが分析していてあの分析非常に面白くて、くてあまりその中心で取り扱ってないんですけども何、えー、ですかね「属菌精卵」そでそ、えー「ヌエの縫えの話から始まるんですけどそれからの意味,意味合いみたいなして作品を大きく捉えた分析をしている あとは、今回、その、飯塚智一郎、飯塚雄一郎の歌舞伎再建だとか、あの、歌舞伎人物登場辞典、古井戸秀夫先生が解説とか書いてましたね、それの、などを参考にしながらやったという、えー、ところです。はい。ね というわけです。まあ、大体これで今話しまして、えー、っと1時間半に近いぐらいですかねもっとあべらぼうに長い話になるんじゃないかと思ってましたけどなんとか終わってあの1時間半ぐらいで収まりがついたようで良かったです、はいまあ、研究に関してはもっと多分進んでいくところもあるでしょうしあの近代関係については私の調査の及ばないところが多かったのでこれからの課題にあのなっていくんじゃないかなというふうに思います なんかも何年か前に見たときはすごくあっさりしてたんですけど今見るとだいぶあの増歩されてきますので、まあ、研究が進んで10年ぐらいしたらまたかなりいいものになっていくんじゃないかなというふうに思っております。これに関してはあの、えっと、いずれその近いうちにその本にしようと思ってましてあの角川 k a 書などから出せたらいいかなと思ってまして原稿の,あの用意をして、えー、なるべくあの今年か来年中に出せるようにしようと思っております。 まあ、というわけで、えーまあ、いろいろあらあら,あらお話し,しましたけれども、えー、石川五右衛については以上です。そういうわけで、えー、ちょっとあの直接会場でお話しできなかったのは残念ですけれども、今後、機会があったらまたあの伊賀の方で講座を行いますので、伊賀の方にも。 お越しいただければと思います本日は大変どうもありがとうございました